スーパーキッズダンスコンテストが行われる会場の外に来ています。こちらご覧ください。たくさんのキッズダンサーが集まっています。今回行われたのはスーパーキッズダンスコンテスト2012の決勝大会。沖縄から北海道まで地区予選を勝ち抜いたスーパーキッズダンサーおよそ300人が集結。小学生部門29組と中学生部門31組に分かれ、それぞれの優勝チームが決められます。前、小さな小学生ダンサーたちの中にひときわ小さな女の子を発見。7歳です。今大会の最年少出場者、高須来花ちゃん7歳です。いつからダンスをやってますか？4歳。来花ちゃんにとってじゃあダンスってどんなもの？宝物。決勝大会だけあって、どのチームも小学生とは思えないレベルの高いパフォーマンスを披露。優勝者は審査員10人の採点によって決まります。過去に世界大会で優勝経験もあるダパンプの KENZO さんも審査員の一人です。日本の子供たちはものすごく練習するし、世界に通用するシーンなので、いやもうこっちもワクワクしますね。そしてあの最年少ダンサー来花ちゃんのチームが登場。お母さんも不安そうな表情で見守ります。来花ちゃんの最後の大技は、見事に決まり、パフォーマンスは無事終了。お母さんも手に汗を握りながら応援していました。得点が決まってホッとしてます。一方の来花ちゃんは、ダンス緊張しました？楽しかった。いよいよ審査結果の発表です。小学生部門の優勝チームは、一糸乱れぬヒップホップダンスを披露した東京代表チームプロダクトが優勝。残念ながら最年少の来花ちゃんのチームは受賞なりませんでした。そして中学生部門の優勝チームがこちら。大会の優勝チーム、九州男児新選組です。12名で構成された彼らの得意技は連続アクロバット。それではご覧ください。アクロバティックなダンスで観客を魅了し、大会初の連覇を達成しました。そんな優勝チームの2組にお話を伺いました。今の気持ちはいかがですか？めっちゃ嬉しいです。嬉しい。次は日本一じゃなくて世界一になりたいです。おーおー、優勝おめでとうございます。今の気持ちはいかがですか？これからもっともっと練習して世界一のチームにできたらいいなって思います。即興です。はい、皆さん本当にダンスのレベルが高いですよね。すごかったです。それこそ本当に世界に出ていけるしね、はい、それだけ の振り付けを踊れるレベルまで来てるんですね、小中学生が。健三さんもおっしゃってましたけど、すごく練習してるからって言ってましたもんね。楽しいって、ね、いう感想も良かったですね。楽しんでやってるっていうのがいい。ダンスは宝物って言ってたね。はい、言葉でした。はい、以上ショービズベストをお伝えしました。